琉球ドラマナイト閑古鳥の泣く夜。今夜も始まりました閑古鳥の泣く夜、役者の神崎英俊と作家の小原武史でお送りします、神崎さん、はい、今日はですね、またちょっと取材してる時に聞いた話なんですけど、これもね、北部の東海岸で取材してるときに、なんかこの辺にはその、シノオリキジムナーっていう漁って言われたんですよ。シノオリキジムナー、はい、で、どんなんですかって聞いたら、いやなんか中国から来てねって。中国から中国からキジムナーが来たらしいんですよ。なるほど。で、帰って、いろいろ記録とか調べたんですけど、一つだけ、シノオルキジムンっていう記述があったんですよ。ああ、あるんですね。はい。学術のね、なんか論文でしたけど。かっこいいね、でもシノオルキジムンってなんかちょっとおしゃれじゃないですかね。でもね、意味が書いてなかったんです。あ、すみません。ただ呼び方の一つ。ああ。で、あの、民族調査やってる知り合いも、なんか中国から来たキジムナーで、シノオルキジムナーっていうのは聞いたことあると。聞き取り調査の時にね、はいはいはい。で、聞いたもんで、また、ちょっと、しつこくそのあたり行った時に、自治公民館って小さい公民館があるんですけど、ああいうとこ行って話すの好きなんですよ。たまに嫌がられますけどね。やっぱりそのナイチャーがこう行って、なんか文化についていろいろ根掘り葉掘り聞くのは嫌がる方もいらっしゃるんで。まあまあまあそうかもしれないですね。うん、で、たまたまその聞いてた時に、久米36世と一緒に来たものですよね。お、すごい、具体的に。そうそう。で、そうらしいんですけど、なんか知ってますって言ったら、うちの、ムートや実家のね、仏壇のある家に、ガジュマルがあるんですけど、はいはい、そこにいるって言ったんですよ、その人が。出た、ビンゴじゃないですか、当たり。そう。で、ちょっと見たいんですけど、つったら、聞いてくれたんですけど、まあ、おじいが嫌がってると。で、家には行けなかったんですけど、なんか話聞くと、その家系の人は、もともと久米36世といって、はいはい、琉球王府が、その、中国から技術者を、来てもらって、招聘したんですね。まあでも久米って言ったら那覇ですよね。そうそうそう。あそこ那覇の。那覇の久米なんですけど、で、まあ、36世っていうから36家系があるのかと思いきや、あれ実は、まあ12か13?ぐらいらしいんですよ。36って言い方は中国の言い方でたくさん。ああ、そういうこと、うん、七つばかの七も中国の意味でたくさん。さんそうそうそう。いっぱい来ましたな。そういう意味なんですよ。僕あれの帝福っていうのをやりましたけどね。昭和新時代。そうそうそう。あれも36世のね。36世の人ですね。そうですね。で、その、なんか瓦を焼く人。ああ、瓦職人。そう、瓦職人だったらしいですけど、で、北部の東海岸流れ着いて、その時に、その、先祖の人と一緒に、シノオリが来たと。シノオリなんだ。はい。シノオリってのは中国って意味らしいんですけど、で、それはどこにいるのかと聞いたらですね、ガジュマルと、なんかね、ガジュマルと一体化した木造の瓦屋があるらしいんですよ。ガジュマルと一体化した瓦屋。そこに住んでると。おー、その、シノールキジムナは。はい。あで、ガジュマルってね、昔木造家屋の横に植えると、家を締め殺すって言われたんですよ。ああ、まあまあ、でもぽいですよね。こうなんかいろいろ伸びてきてね。うん、そうそうそう。ツタというかね、アキコンっていうんですよね。あれが伸びてきて、まあ。確かに確かに。巻きつきそう。そうで、根っこがこう、横に伸びるんですよ。ああ、伸びるね、あれ。むにゃむにゃってこう。はいはいはい。だから、家が根底から壊れてしまうと。うん。そうなった瓦屋があって、そこにいらっしゃると。なるほど。あ、じゃあこれはもう、一体ですか一人いや、ついてきた。なんかね、家族らしいんですよ。家族、一体じゃないから、まあ兄弟いるんでしょうね。兄弟、
で、ぜひ、ちょっと写真だけでも撮りたいって言ったんですけど、うん、やっぱりその一族の方がちょっと嫌がられたので、そう、建物の写真も。そうそう、まあ、それ以上は詳しいことは、まあ、できなかったんですけど、うんうんうん、まあ話としては、うん、ちょっといろいろ面白い話があるので、なるほどね、まあ続きは来週またお話ししたいなと。あ、ごめんなさい。明日、ね、続きは明日ですね。うん、そうですね。明日またお話ししたいなと思っております。ツッコミどころ満載でもあるので、はい、明日、はい、じっくりお話ししましょうね。はい。今夜のお相手は神崎秀俊と小原武史でお送りしました。カンコドリの鳴く夜400回放送記念生放送10月12日夜8時半よりぜひご参加ください。昨日はね、中国から来たキジムナ、はい、シノールキジムナの話だったんですけど、ね、このついてきたっていうのはよくわかんないですね。まあまあこのついてくるんでしょうね。キジムナっぽいものが。キジムナって基本気は離れるんですか。なんか離れ、まあ、木に住んでるというイメージもあるんでしょうけど、普段は山にいたり、まあまあ、洞窟にいたりするんですよ。ああ、なるほどね。だから、まあ、木だけじゃないので、で、あと、まあまあ、ちょっと脱線しますけど、増谷美代子さんのね、日本民話講とか読んでると、ブラジル移民した人が沖縄からね、ガジュマルを持ってったら、そのガジュマルに、ね、そうそう、キジムナーがついてて、まあ、キジムナーも移民したというね、そういう話があるんですけど。こう、なんか沖縄のキジムナーが移民ってわかるんですけど、うん、中国から来るっていう、なんか、まあ単純にその、キジムナーの定義がよくわかんないですよね。そうですね。赤かったらキジムナーなのか、うん、なんかどれをキジムナーと呼ぶのか。なんか中国にいたマジムンがついてきたみたいなとわかるんですけど。多分ね、中国から来たマジムンがついてきたんだと思うんですよ。で、姿形がキジムナー似てたから、で、キジムナー。シノオリキジムナー。呼ばれたんだと思うんですけど、うんうんうん、で、どこにいるかって言ったら、その屋根裏にね、屋根裏、はい、いるらしいんですよ。うん、で、まあ、先祖代々、うん、ムート屋ってあるんですよ、沖縄にはね。ムート屋。はい、昔のご先祖様の、とうとう目、つまり、位牌がある家があるんですけど、うんうんうん、そこはムート屋とか言うんですけど、うん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 、そのムート屋に、うん、たまに遊びに来ると横にあるらしいんですけど遊びに来る、うん、そのキジムナが住んでる家には人は住んでないですか。一応住んでるんですよね。だ住んでないんですね。無人、まあ倉庫みたいな感じなんですけど。でも屋根裏なんでね。そうなんですよ。で先祖代々、うん、なんかその死の力ジムナーに対して、うん、まあ、恐れというかね、畏怖の念を持って、まあ、接してるらしいんですけど、はいはいはい、一つだけ教えてもらったのがあって、うん、神崎さん、グリーンバンバンって言い方わかります？え、グリーンバンバン？グリーンバンバン。お、なんか、桃D笑ってますけど、なんかあるんですか？トカゲですよね。お緑の。グリーンアノールっていう、外来種のトカゲなんですけど、はいはいはい、これをね、なんか、地方によってグリーンバンバンって言うんですよ。グリーンバンバン。うん。おー、全然わかんない。バンバンって何？バンバン。で、実はこのシノオリキジムナーは、グリーンバンバンが嫌いみたいで、そのムーティアの中にグリーンバンバンが入ると、お仏壇が揺れるって言うんですよ。仏壇が揺れる。あでね、その、とうとう名って仏壇の位牌、はいはい、の中に、うんうんうん一つね、中国語の、なんか三文字の名前があるんですよ。おでこれが、すごいすごいうん、まあ、シノオリキジムナーらしいんです。あ、そう、キジムナーの名前。そう。が、ついてきた一つですね。とうとう名に入ってて。その、とうとう名、普通のとうとう名じゃなくて、うんうんうん、昔の神様の、なんか、名前が書かれてるとうとう名、これをね、ガーナーとうとう名って言うんですよ。ガーナーって単行文みたいにこう、上に三つこう、なんかあるんですよ。特別なね、とうとう名が。で、そのガーナーとうとう名に、不明のその三文字の中国語が書いてあって、うん、それが、シノリキジムナー。他にも神様の名前が書いてるんですか？他にはね、うん、港物頼朝。
港伝説ですか。そうそうそう。はいはい、北部とか行ったらね、うんうんうん、自分の先祖の名前があるんですよ。一説によると、戦後、そういう東都名とか作ったり、うんうん、はいはいはい、家系を作る業者がいて、うん、その業者が、うん、じゃあ、貯めとも入れときますよって言ってこう、やったらしいんですよ。入れとくみたいな感じですか。そうそうそう、ちょっと入れとくって言って、うん。入れたら箔が出るんですよね。それで作られたっていう説もあるんですけど、はい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 、まあその貯めともと、篠力ジムナーが同系列になってる道東名が、え、それ中国文字難しい感じってこと、うん、らしいですね。読めないんですか、じゃあ。読めない。中国語でも読めない。うん、もしかしたら凡字かもしれないですけど、ね。ああ、凡字ね。わかんないんですけど、そこら辺はちょっと教えてもらえなかったので。なんかその文字、あ、じゃあその文字は見せてもらえない、ね。そうですね。ちょっと見てみたいですね。うん、その文字見たいな、なんか。これ本に書いていいですかってちゃんと聞いたら、うんうん、いいよって。あ、いいんだ。オッケーよ、出た。そう。だからまあ、そういうのがいるんですよ。ちょっと会ってみたいですけどね。会ってみたいしね、うん。なんかちょっとその文字が気になりますね。そう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 。なんかすごい、実は中国の偉人とか。うん、なんか分からないです、ね。ためともとためは春ぐらいの中国の偉人の名前で。まあ考えたら石岩島もなんか中国の偉人の名前って言いますからね。ああ、言ってましたね。だからまあ、さもありなんというか、あってもおかしくないなっていう気はするんですけど。ちょっとなんか歴史的発見がある、あれかもしれない、東都名かもしれないですよね。ね、へえ。ちなみに大里、鬼女家。うんうんうん。大宜味村の鬼女家の、高里っていう、横の集落あるんですけど、うんうんうん、あそこには鬼ジムナーが建てた家がありますからね。鬼ジムナーが建てた家、うん、残ってるんですよ。へえ、すごいな。実際に見たんです。そこ入って、はいはいはい、そこの方とも喋ったんですけど、うん、民家の中にあって、うん、普段は使えないような材木を使ってたりね。へえ。昔はその大きい材木は首里城だけに使われてたんですけど、うん、そういう材木を使われてたりして、まあ、そういう場所もあるので。作り方がちょっと違うとかなんですか、うんうん、あります、あります。こう、普通の作り方じゃない。そうそうそう、釘は使ってませんみたいな、一切。なんか、すごい家でしたよ。へだそういうのもあるので、うん、まあ、もしかしたらね、うん、本当にあるのかもしれませんよね、そういうのはね。そうですね。うん、いやー、なんか、沖縄恐るべしです ね, ね。まだまだ、まだまだいろんな、そうそうそう、町分が。語られてない話のがいっぱいあるんで、またね。余裕ありますからね。紹介していきたいと思っております。はい。はい。今夜のお相手は神崎秀俊と、小原武史でお送りしました。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。